はい、本日はアディダスの渋谷購入しました。こちらはですね、ビリーズの10周年記念モデルになります。ビリーズさんらしいシンプルな大人のスニーカーというような印象ですね。ビリーズのカラーがネイビーかな、なのでここは紺色ですね。ネイビーカラー、ネイビーカラーと白っていうね、ビリーズカラーになってます。あと10周年って言ったことで、こちら内側の3ストライプが片側だけ1本になっているといったようなデザインで、合わせて10本の3ストライプというようなこだわりの詰まった一足になっております。あとね、この靴の特徴ですけども、かなり革が柔らかいというね、めちゃくちゃ柔らかいですね。よくもう履いてなじませるとかいう表現しますけども、履く前からなじんじゃってるっていうね、履き込む楽しさないっていうレベルでもうなじんじゃってるんですよ、これ履いてないのにね。めちゃくちゃ柔らかい。ここをちょっとこれ履き込んでいったらどうなるんだろうという楽しみはありますね。はい、じゃあまああとかなり幅が狭くて高が低いと、これ幅広高高の私にとってはもう地獄のような靴なんですけども、これを履いた時にどうなるかっていうのを、まあ、参考にしていただきたいなと思います。で、マイスは28なんですけど、今回28買ってます。ワンサイズ上げてもよかったんですけど、最近なんかつま先がダブつくのがあんまり好きじゃなくなってきてて、ジャストで履くっていうのにハマってるところですね。で、ジャストで履いて紐を結構きつめに縛って履くというのが私のやり方ですね。まあ、ちょっと不細工な感じになるかもしれないんですけど、じゃあ早速履いていきます。
はい、着用いかがだったでしょうか。私はスラックス、グレーのスラックスあたりが、まあ、無難なのかなと、合わせるならそこら辺がいいかなとか思いましたね。まあ、デニムも良かったですけどね。白 T にデニムに足元白いスニーカーっていう、まあ一番普通ですけど、その中にもなんか上品さがあるみたいな感じで履けるんじゃないかなと思いました。まああとショーツとか履いてないですけど、ショーツとかちょっとなんかあんま合わないだろうなと。もうちょっと足元ボリュームあった方が半ズボンとか合わせやすいんじゃないかなっていう感じですかね。スラックスで言うと細いのも太いのもなんか両方まあいいんじゃないかなと。今風に履くんだったら太いのでもいいし、まあ、大人っぽく履くんだったら細いのでもどっちも合うなっていう印象でしたね。まあ、皆さんどうでしょうか。なんかこんなパンツに合わせたらいいなとかいうのがあれば教えていただきたいです。はい、動画以上となります。ありがとうございました。